カリムエル・アフマディ。カリムエル・アフマディ。1985年1月27日隊は、オランダ・オーファー・アイセル州エンスヘイで出身のサッカー選手。サウジプロフェッショナルリーグあるイテハド所属。ポジションは MF。ユース時代には、オランダの各世代代表でプレーしていたが21歳以下、当時にルーツのモロッコ代表を選択した。モロッコ系の名前の発音はオランダでは、 読む人によって多少変化があるが、エル・アマーディに近い発音が多い。アマチュアクラブでプレーしていた9歳の時に FC、トゥーエンテのスカウトの目に留まり、トッカースのフットボールアカデミーに移る。2003から04シーズンにトップチームに昇格し、2004年3月21日に FC ユトレヒトとのアウェーゲームでデビュー。それ以来、不動のレギュラーとなり、 攻撃に推進力を与えられる MF として、エールディビジ最高の選手の一人に成長した。トゥエンテも2007から08シーズンには、リーグ戦を2位で終えた。2007年夏に、フェイエノールトが獲得を目指したものの、トゥエンテ側は遺跡に後ろ向きであり、実現はしなかった。しかし、フェイエノールトは翌年まで関心を失わず、2008年4月16日、 フェーノールトへ500万ユーロで移籍。2013年までの契約にサインした。10月5日、フェーノールトでのリーグデビューを果たした。ロッテルダマースでは2年半で公式戦74試合に出場し4得点を記録したが、2010年1月27日の PSV 戦、アウェーでは2得点を決めてマイナス0での勝利の立役者となったことが、 数少ないハイライトであり、最初の2シーズンは苦しむチームの中で消極的なプレーに終始し、高い期待には応えることができなかった。後に、エル・アマーディは、この時期を振り返り、22歳でフェーエノールトで大金を得て、自分にはこれ以上は無理だと思ってしまった。始まりに過ぎないのだから、もっとハードワークをしなければいけなかったと語っている。2011年1月に、 UAE のあるアハリへレンタル遺跡。当時、財政難に苦しんでいたフェイエノールトは、高級鳥のエルアマーディの売却を期待していたものの、2011から12シーズンには決して望まれてはいない形で、ロッテルダムに帰還。しかしあるアハリでの半年間で、年金生活を送る選手たちの中、自身のメンタリティを見つめ直した、エルアマーデはフェイエノールトが、 ロナルド・クーマンを新監督に迎えた、このシーズンに、クーマンの信頼を得て、完全に復活し、ヨルディクラーシ、オトマンバッカルと共に、強力な中盤を形成した。2012年6月25日にアストンビラ FC へ、移籍金375万ユーロでの移籍が、発表された。エル・アフマディは3年契約にサイン、背番号8を背負った。 もう一度フェーノールトでプレーしたいと公言していたエル・アマーディはタイトルを争い、欧州戦に出場する機会を求めて2014年9月1日にフェーノールトと3年契約でサイン。再び背番号8を背負った、アストンビラ FC へ支払われた、移籍金は75万ユーロ。フェーノールトでは常時スタメンでプレーし、2015から2016、 シーズンは低調な試合が多かったものの、2016から2017、シーズンはチームの欠かせない選手としてトップパフォーマンスを披露。ディルク・カイトに次ぐ、第2キャプテンのエル・アマーディは実際ピッチ上で、カイト以上のチームリーダーであり、10月23日の第10節アヤックスとのホームゲームでは、いつプレッシャーをおかけか、いつ下がるべきかを知る真の指揮者であるだけでなく、 ボールを持った時も重要な役割を果たしていると、フットボールインターナショナルで週間最優秀選手に選ばれるなど高い評価を受け、2016年12月にはアルヘメエンダッハーブラトで月間最優秀選手に、モロッコ代表として1月のアフリカカップに参加するエル・アマーディの代わりをどうするかは、 リーグ選手位に立つフェノールとの最大の問題点となり、監督序盤にファンブロンクホルストも彼の穴を埋めるのは非常に困難と認めていたが、チームは KNVB ベーカーで敗退したもののリーグ戦3試合、苦しみながら全て勝利。アフリカカップからクラブに戻ったエル・アマーディは、再び不動の存在となり、再びアルヘメーンがハブラッドで2月の月間、最優秀選手に、最終的に、 カンピューンスハップを制した、ヘーノールとの最大のキープレイヤーとして、デテラグラフと VVCV 主催のフットボーラーファン、ヘッドヤールでは採点合計201という高い、評価にリハウデンスヒューンを受賞。あるエメーンダッフハブラッドでも採点平均6、95? で2位に大差をつけて、年間最優秀選手、フットボールインターナショナルでも採点平均6、 7で2とキャリア最高のシーズンとなった。2018年7月9日、サウジアラビアのあるイテハドに2年契約で移籍した。2005フィファワールドユース選手権にモロッコ代表として出場した。2008年にはザンビア代表戦で A 代表デビュー。2009年8月12日の親善試合、コンゴ共和国戦で代表初ゴールを挙げた。 2018年5月 2018FIFA ワールドカップ出場メンバーに登録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。